本日は大きく分けてこちらの3種類、左から熱拡散率測定装置、中央熱膨張率測定装置、高温粘土計、右側の高温粘土計のそれぞれの測定原理、装置の概要、評価事例をご紹介いたします。まずは熱拡散率測定装置 DLF です。熱拡散率の測定方法の概要を示します。熱拡散率とは、物体内における熱の広がりやすさになりまして、こちらの右上の式で表されます。広い温度範囲で熱拡散率を測定する方法としまして、フラッシュ法があります。この手法は、構成不要、測定時間が短い、微破壊で再現性に優れるといった特徴があります。フラッシュ法では、パルスエネルギーをサンプル上側に均一に照射し、サンプル下側の時間と温度の履歴を温度検出器によって収集します。パーカーの関係式を用いまして、サンプル下側の時間と温度の関係、サンプルの厚み、最大上昇温度の半分に達するまでの時間から熱拡散率を求められます。この式は熱の出入りがなく、不透明で均質、高密度のサンプルであることを前提にします。弊社の装置 DLF のラインナップをこちらの表に示します。装置型番の違いによって、マルスエネルギー、温度範囲、サンプルのサイズ、オートサンプラーのポジション数が異なり、測定条件に応じて型番を選択できます。また、ASTM や ISO 等の標準試験法にも対応しています。温度は最高2800度で、活性ガスもしくは減圧条件下での測定も可能にします。バーナス内の構造をこちらに示します。サンプル置き場であるカルーセルに置かれたサンプルの上側に赤色のレーザー光が照射され、サンプル下側から、赤外線放射が青色の線で示されています。サンプル下側温度と時間の関係を検出器により収集します。カルーセルの構造をこちらに示します。1回の実験で最大6個のサンプルを同時に測定可能とするカルーセルを標準装備しています。これは競合他社にはない弊社の装置のみが有する特徴です。このカルーセルは同一環境下でサンプルとリファレンスの連続測定を可能とするため、より正確な熱伝導率測定を可能とします。複数のサンプルを配置することで、単一サンプルのシステムよりも信頼性の高い測定を可能とします。カルーセルには直径 12.7mm、厚さ 10mm までのサンプルを収納できまして、競合他社よりも分厚いサンプルを測定可能とします。トレイは取り外し可能で、簡単にサンプルをセットできます。オプションのトレイやアダプターは、丸や角型など、様々な寸法や形状のサンプルにも対応します。こちらが測定結果例になりまして、こちらの図は2放化ジルコニウムと2放化チタンの混合材料の測定結果になり、縦軸が熱拡散率、横軸が温度です。これらは融点が3000度程度の超高温セラミックスでありまして、高い強度と高度、化学安定性、熱伝導率や電気伝導性を有していることから、超高速飛行機や大気圏突入ロケットなどへの応用が期待されています。プロットに見られますように、2放化チタンの固有体含有量が増えるに従いまして、全温度範囲にわたって熱拡散率が低下していることがわかります。飛行機やロケット材料としての熱環境使用時には、摩擦熱によって2000度程度にもなりますので、高温時の熱特性に関する検証が必須となります。こちらの図は、室温から1600度まで100度間隔で、5つのモリブデンサンプルの熱拡散率測定の再現性を示しています。縦軸が熱拡散率の平均値からの偏差を示します。平均値からの偏差はプラマイ 1% 以下で、ほぼ 80% の結果が平均値からプラマイ 0.5% 以内に収まっています。この結果から DLF の再現性の高さが伺えます。こちらの図は、無酸素高熱、高熱伝導動サンプルの熱拡散率、比熱、熱伝導率を示します。測定値がプロットで、実践が文献値を示します。このサンプルは、DLF の評価を、品質を評価する際、
一般的にリファレンスとして用いられる材料です。熱拡散率と比熱の結果は、温度範囲全体で基準値とよく一致していることがわかります。こちらは様々なタングステンの合金と純粋なタングステンの熱拡散率を比較した結果です。タングステン合金は高い高度を有し、切削や摩耗工具、ロケットノズルなどに使用されます。このデータは、補正の微妙な変化に伴う熱伝導特性の変化を示しています。純粋なタングステンのデータとの比較では、タングステン合金酸、緑のプロットが、の熱拡散率の値が大きく乖離していることがわかります。こちらは、ステンレス鋼の厚さが異なる 1.5 ミリから 12.8 ミリまで4つのサンプルをテストし、分検値と比較した結果になります。4つのサンプルの熱拡散率の結果は、4種類のプロット。分検値が黒い実線、分検値からプラマイ 3% の領域が黒い点線でそれぞれ示されています。4種類のプロットが点線と黒の間に含まれておりまして、厚さが1桁違うサンプルでも、プラマイ 3% を上回る精度が得られていることがわかります。次に熱膨張率測定装置になります。弊社のラインナップには、水平式プッシュロッド、垂直式プッシュロッド、光学式の3パターン装置がございます。まず、これらの3つを簡単に比較します。水平式及び垂直式の方が分解能に優れており、最大測定温度は2300度まで高くなっています。さらに多くの国際基準に、国際標準試験に準拠しています。しかしながら、プッシュロットとサンプルが接触している必要があります。これによって、薄膜や不定型のサンプルは測定不可能となります。一方で、光学式は非接触で測定可能となりますので、脆く、薄く、不定型のサンプルでも測定を可能とします。まず、水平式熱膨張率測定装置の概要です。こちらに熱膨張率の測定法の概要を示します。物質は温度変化によって寸法が変化します。図では、物体が初期の大きさ L0 から長さ L1 に膨張する様子が示されます。熱膨張とは、特定の温度で物質が膨張もしくは収縮する能力を示す値です。寸法変化の原因としては、熱膨張、収縮、材料構造変化、相互作用などが挙げられます。ここで熱膨張係数 α は、温度の上昇に伴って物体の長さが膨張する比率を1度あたりのもので示したもので、こちらの左下の式で示されます。装置の構造をこちらに示します。磁気モーターや光学式エンコーダーが含まれます測定ヘッド、サンプルの膨張、収縮を伝えるプッシュロット、雰囲気制御と温度制御を行うファーナスがあり、サンプルはファーナスの中に入っています。サンプルはロッドとの摩擦の影響が、無視できません。弊社装置の水平式 DIL のラインナップを示します。サンプルのサイズと、CTE 精度によって型番を選択できます。最大温度はどちらも1700度までで、分解のうちのノメートルとなり、正確な長さ測定を可能とします。特に冷却速度は1700度から室温までは1時間、1000度から室温までは13分と業界最速を誇ります。さらに、ガスもしくは真空雰囲気制御による多様な分析も可能です。こちらはガラス材料のガラスペイン温度、軟化温度の測定結果になります。縦軸が寸法変化の比率を示します。熱膨張系で一般的に行われる重要な測定は、ガラス点温度 TG と軟化点の測定になります。このサンプルでは471度で TG が、軟化点が540度で観測されています。弊社の機器制御ソフトウェアでは、自動軟化点検出機能によって測定が自動的に終了します。この特徴により、試料の融解した成分が溢れ出る可能性が低減され、
機器の損傷を心配することなく、未知の材料についての測定が可能になります。この図は、鋼鉄のヒステレシス曲線です。この材料の膨張率変化は、室温から750度までは直線的です。この温度で、ローステナイト、すなわち、非磁性体の FCC 構造の鉄となるガンマ鉄に多元素が雇用した状態への微細構造変化が起こります。さらに加熱すると、オーステナイトの熱膨張に特徴的な挙動を示します。加熱終了後、850度から徐々に冷却していきますと、700度付近でパーライトに変化、すなわち、オーステナイトの領域から除冷した際に生じる強積組織、に戻る変化が観察されます。こういった構造変化が起こる温度は、加熱冷却速度、資料の形状、組成、微細構造に依存して変化します。次に垂直型の DIL になります。装置の構造をこちらに示します。垂直式はサンプルを支える必要がなく、摩擦がなく自由に膨張伸縮を可能とします。サンプルの下端を底の板に置き、上端にプッシュロッドと接触してサンプルの膨張伸縮を伝えます。上側がモーター及びエンコーダーが含まれています。垂直式 DIL のラインナップをこちらに示します。水平式と同様にサンプルのサイズもしくは CTE 精度によって型番を選択できます。最大温度は2800度になります。続いて、粘土焼結の測定例になる時間と温度の関係をこちらに示します。青い方は通常の温度制御、すなわち一定速度で加熱後、温度を保持し、一定速度で冷却した結果になり、黒い方はサンプルの焼結率、すなわち時間あたりの収縮率が一定になるように、加熱プロファイルを自動的に補正した温度分布になります。この加熱プロファイルで粘土の焼結率を測定した結果はこちらです。青い方は温度制御、赤い方は焼結率一定の結果です。サンプルの焼結率をリアルタイムで記録することで、生産に最適な温度プロファイルを簡便かつ迅速に発見することができます。では、不純物の有無による焼結プロセスの差を示した測定例になります。縦軸は寸法変化の比率です。青が純粋なアルミナ、黒が 10% ジルコニアを含むアルミナ合金サンプルになります。粉体のくぼみや水分により、焼結は材料の収縮を引き起こします。両物質は同様の熱膨張挙動を示しておりますが、合金のサンプルは純粋なサンプルよりも、高温側で焼結を開始し、焼結速度は両方のサンプルで同程度となっています。このように、組成の変化が焼結挙動に影響を及ぼしていることがわかります。希望の形状に合わせるために、原料の品質を変え、焼結の挙動を調査することも可能とします。こちらは、ある金属粉末の焼結分析結果を示します。粉末金属は、硬い成分と柔らかいバインダー成分からできています。この混合物を加熱することで、柔らかい金属粉が溶け、硬い成分と結合します。この種の材料は、切削工具に使用されたり、強力な研磨条件で使用されます。青色曲線は、1500度付近で、収縮が完了しており、焼結プロセスが完了していることが示唆されます。一方、黒及び赤色の曲線サンプルは、サンプルがまだ収縮している途中で、焼温を停止していることから、焼結プロセスが終了していないことが示唆されます。焼結の出来を確認するために、各サンプルについて2回目の測定を行いましたので、そちらの結果をこちらに示します。この青色曲線のサンプルだけが、2回目の測定中でも大きな収縮を起こすことなく、直線的に膨張しています。一方、黒色曲線のサンプルは2回目の測定での1400度付近で急激に収縮しています。より良い焼結を達成するためには、
温度をより高く設定するか、温度プログラムを最適化する必要があるということが考えられます。次に、非接触型の、熱膨張率測定装置、ODP になります。弊社の、ODP868 の特徴をこちらに示します。サンプルと非接触で測定が可能で、寸法変化など様々なパラメータをリアルタイムで視覚化可能な装置になります。サンプルへの荷重がなく、流回転までの分析が可能で、熱膨張係数、線形熱膨張係数、ガラス転移温度、軟化温度などを簡単に決定できます。カメラの観察によってサンプルの膨張と収縮を分析し、最大消音速度は100度バーン、最大8サンプル同時測定が可能です。測定モードはこちらの3種類。左から多熱顕微鏡、光学式で膨張率測定、フレキシメーターがあります。多熱顕微鏡モードでは指定した温度範囲におけるサンプルの形状と寸法変化を軟化点を超えた溶融状態まで測定します。サンプルの後ろに LED 光源がありまして、カメラ搭載によってソフトウェア上で画像のキャプチャーと形状分析が可能です。例えば、右下側のように加熱によってサンプルの状態、形状が変化していく様子を観察できます。光学式膨張率測定モードは2台のカメラでサンプルの膨張収縮を非接触で測定可能とするデュアルビーム交差デザインを用いています。フレキシメーターモードでは荷重をかけずにサンプルの曲げ挙動を測定します。1台のカメラはサンプルの中心を捉え、さらに脇の2台のカメラでサンプルの相対変異を計測します。こちらに石英ガラスサンプルの温度特性評価結果を示します。縦軸は焼結率を示します。サンプルはプレスされたガラス粉末でできており、完全に溶融するまで20度パーミリットで加熱処理をします。サンプルは600度を超えたあたりで収縮し始めて寸法が減少していきます。資料を加熱し続けても、ある温度区間では資料の寸法がゆっくりと変化していきます。温度がさらに上昇しますと、表面張力はあまり変化しませんが、ガラス層の粘度は指数関数的に減少していきます。粘度が十分に低くなり、ガラス層がサンプルの外面を濡らすようになりますと、軟化点820度あたりに達します。この点を超えますと、ガラスは液体として振る舞い始め、表面張力がその効果を発揮します。表面張力が液体に及ぼす影響は、液体の表面を最小限に減少させることで、液滴や球状の形成を引き起こします。軟化点温度以降は、表面張力の影響で資料の形状が変化していきまして、具体的には900度以上で球状、1000度付近で半球状し、半球状になり、最終的には1100度付近で流回に点に達します。こちらは炭化ケイ素ガラスの発泡挙動を観察した例です。ここでは発泡挙動をグラフとともに表示しており、安定な範囲や発泡開始に関する検証が可能になります。この結果では発泡開始が650度、発泡のピークが850度付近で起こっており、1100度付近では溶解している様子が観察されています。このガラスはマトリックス中にマイクロバルーンと呼ばれる中空粒子を充填して合成した複合材料です。中空粒子の存在によって、断熱性、低熱膨張率、高比重、低密度といった特性が得られます。こちらはジルコニアインプラント片の測定結果になります。焼結による高密度化に伴い、方法的な収縮が観察されますが、形状に変化はないということが確認できます。これは少量のイットリア安定剤を含むジルコニアセラミックスであり、強度や人性など機械的特性に優れていること、
を示しています。ジルコニアは層が安定化している状態の方が有用であることが多く、加熱すると破壊的な層変化を起こします。しかしながら少量の一トリア安定剤を添加することで、この層変化が解消され、結果として優れた機械的、熱的特性を持つ材料が得られます。ODP-868 は急速加熱と冷却が可能なファーナスが装備されているため、高速調整プロファイルのシミュレーションが可能です。こちらの結果は、未焼結のセラミックスを、800度まで4分間で加熱、次に1220度まで4分間で、加熱し、5分間1220度で保持し、サンプルを完全に焼結させています。その後、ファーナスを、約5分強で100度まで急速冷却している様子を示します。この図から、プロセスの最後では、サンプルが適切に焼結されており、寸法的に安定化していることがわかります。こちらの図は、磁気タイル焼結プロセスを評価したもので、黒線が寸法変化の比率、緑が黒線の一次微分直線、赤が温度プロファイルです。磁気タイルのような伝統的なセラミックスは、調整中にいくつかの変化を経て、最終的により高密度な素材になります。調整プロセスを行うために、最適な最高調整温度を決定する必要がありまして、この温度はサンプルが最も短時間で膨張せず、高密度化を達成できる温度です。この温度以上で調整しますと、サンプル内の気泡成長による膨らみのため、機械的特性が大幅に達し、材料が膨らんでしまいます。この温度以下の調整を行いますと、安定した寸法にならず収縮し続けてしまいます。理想的な焼結の状態では、最高温度の焼結中でも10分間以上寸法が安定しており、最大密度化が達成されています。この図は、モールドパウダーの融点測定結果で、縦軸が長さ変化を示し、加速速度が30度パーミリット、80度パーミリット、最も急速な100度パーミリットの測定結果を示します。モールドパウダーは、粉末状の潤滑剤でして、表面の保温と酸化防止、潤滑などの重要な機能を持ち、鋼材を生産するための必須の材料です。加熱速度の増加に伴って、サンプルの融点が減少していくことがわかります。この融解挙動は加熱速度に依存するため、移動プロセス中の性能を理解するためには、実際のプロセスでの加熱速度でこういった挙動を正確に測定することが非常に重要といいます。こちらは壊れやすい石英材料を加熱後に冷却させ、寸法変化を測定した例になります。アルファ石英からベータ石英、ベータクリスタバライト、さらにアルファクリスタバライトへの変異が起こっています。最終的に 8% 膨張しておりますが、これはアルファ石英からアルファクリスタバライトへ転移する際、密度が減少したためです。このようなサンプルは壊れやすいため、接触式の膨張計量は測定不可能ですが、このようなサンプルも ODP であれば評価可能とします。さらにこちらが、非接触の ODP 左側と接触型の DIL で、ガラスを測定した結果になります。両方の結果では、ガラス転移温度が、維持が616度になるのは共通していますが、非接触の ODP では、TG を超えると750度までは直線的な挙動を示し、軟化点が865度付近に観測されます。DIL では、650度までは直線的ですが、軟化点が675度付近に観測されます。このように、同じサンプルでも接触の有無によって直線領域を示す温度範囲と軟化点に差が出ていることがわかります。最後は高温粘土系の VIS です。粘土は一定の速度で変形する際の流体の抵抗力を表す尺度になりまして、運動する流体の内部摩擦を数値化したものです。図のように単位面積あたりに働く力を線断合力、層の移動量を線断速度としますと、粘土は右下の青い式で示されます。そこで粘土の測定法としては、一定の
線段応力下で線段速度を測定する、もしくは一定の線段速度発生下で線段応力を、計測するという手法があります。こちらは回転式粘土計の概要になります。装置構成としましては、サンプルを入れた別壺と、それサンプルに浸すローター、加熱炉のファーナスと粘土センサーが上側についています。測定原因には、別壺を静止させてローターを回転させるサール式を採用しています。各速度オメガを制御し、ローターを回転させるために必要なトルク M を測定できます。それによって、こちらの式から粘土を求めます。弊社の装置 VBIS413HT の特徴をこちらに示します。1750度までの測定が可能で、ファーネスの冷却効率が、競合他社と比較して2倍以上であり、高い生産性を誇ります。また、市販の粘土計、高温粘土計で唯一ソフトウェアによって炉内の反応噴域制御が可能とします。さらに本体も小型で取り回しが効き、グローブボックス内にも設置可能です。別ボトルローターの材質は、白金、プラチナ合金とセラミックスの2種類がありまして、サンプルによって適宜変更可能です。粘土系の構成や検証には、ガラス製の標準物質を使用します。こちらの図は、石灰ソーダの、標準資料の粘土の対数を資料の温度でプロットしたものです。図中のスパイクは、粘土系の回転速度が低下したことによる小さなノイズになります。曲線は全体的に連続した挙動をとっておりまして、サンプルがニュートン粘性であることがわかります。この図では、3種類のガラス材料の粘土を温度の関数として示したものです。ほとんどのガラス材料は通常700度から1600度の間で測定されます。化学組成の異なる3種類のガラスは粘度が顕著に異なることが分かりまして、オレンジのサンプル A は低い温度でも加工可能ですが、サンプル C は高温で加工する必要があることが分かります。また、粘土の体数がある値になる温度を作業点温度として示します。例えば、粘土の体数が3になる温度は、ガラス材料のプレスブローの作業点になります。この図では、3つの異なるパウダー、チップ、ファイバーの形状で、ガラスサンプルの作業点温度を確認していますが、同じ材料でも形状が異なるため、作業点温度には100度以上開きがあることがわかります。こちらは芋の鉄粉の粘土体数値を温度でプロットしたもので、温度によっては連続的に変化しません。約1160度で結晶化が急に始まりますが、これは粉末の一部が結晶性の挙動を示し、急激に部分的に固化することを示しています。溶鉱と接触した粉体層が溶け、隙間に侵入し、潤滑作用を発揮します。潤滑性は溶融した芋の粘土に依存するために、摩擦を最小限に調整する必要があり、特に1200度から1400度の間における粘土が重要であると考えられ、これらの値をこれらの範囲で評価することが重要であると考えられます。以上となります。私の発表は以上となります。ご清聴ありがとうございます。